ちょっと指入れて、え あちゃちゃちゃみたいな、あの芸人のリアクションお願いします。何やらせんねん。みるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。アタリストレイナです。今日は伊藤園のお茶、これでお茶の美味しい入れ方っていうのをやってみたいと思います。入れ方講座。はい、伊藤園の公式サイトを見たらお茶の美味しい入れ方っていうのが書いてあったから、どれだけ美味しくなるのかっていうのをちょっとね実際にやってみようと思います。はい、実験してみたいと思います。やり方なんですけども、まず急須に茶葉を入れます。ティースプーン2杯分。そしたら次お湯を一度湯飲みに移す。80度のお湯を最初に湯飲みに入れて温めるんだろうね、はい、多分これを冷ましたお湯をこの急須の方に注いで、で30秒抽出するということですね、はい、そしたらあとは少しずつ均等に注ぎ分けて最後の一滴まで絞り切るっていうのが美味しいお茶の入れ方だそうです。はい、やってみましょう。やってみましょう。みるみるランド。沸きたてのお湯ですね。はい、でこれをお湯をまずカップに注いで、で湯飲みを温めます。ティースプーン2杯分だけど、じゃあもう1杯入れます。ちょっとね、大きめなので半分ぐらい入れるんですけど、はい、ここ熱いですね。ちょっと冷まして、冷めたら冷めたお湯をここに入れる。ここに入れると。うん、はい、今こちらお湯を冷ましているところなんですけども、美味しい煎茶の入れ方、こちらの裏にも親切に書いてあって、はい、で香りを楽しむときは80度で30秒、うん、で旨味を楽しむときは70度の温度で60秒1分ですねを待つということで書いてあります。はい、今ちなみに何度ぐらいですか？体感でちょっと指入れて、え？あちゃちゃちゃみたいな、あの芸人のリアクションお願いします。何やらせんねんって、そんなダメですよ。入れて、その冷ましたやつを急須の中に入れていくということですね。そうですね。あとはそれを均等に注いでいくそうです。はい、均等に、最後の一滴まで均等に。はい、そうですね、お茶入れるときって均等に。色はでも美味しそうな色じゃないですか。そうですね、最後の一滴まで、うん、はい、こんな感じで。はい、入りました。はい、美味しいお茶ができました。ちょっとじゃあレナさん飲み比べしてみてください。いいですか、はい、じゃあこちらから今入れたての方からいきたいと思います。うん、美味しい。あ、こっちの方が好きかも。さっきのこの極めより。本当ですか？うん、なんだろう、このカップの性能もあるのかな。こっちの方が美味しく感じる。へえ、うん、ちゃんとね、美味しい入れ方で入れたからやっぱ違うんですね。うん、こっちの方が美味しい気がします。なんだろう、違う。同じ葉っぱなのにちょっと違う。どう違うんですか？こっちの方がちょっとね、渋みが出てる気がする。へえ。すっきり感がありますね。ちょっとぼやっとしてる感じはする。でも旨味はこっちの方がもしかしたら出てるかもしれないです、ね、へえ。紛らわしいな、そのコメント。はい、じゃあ飲んでみたいと思います。まずこっちの最初に入れた方ね。はい、うん、こんな感じだよね、さっきと一緒。じゃあこっちの美味しく入れた方、どれだけ違くなってるのか、いただきます。美味しい。うまっ。美味しい。そんなに、そんなそんなには違くはないけど、どうですかね、美味しいのかな。なんか迷いますよね。いや、味が違うことは違うんですよ。なん、まあね、そん、まあね、分かる人には分かるんだろうね。美味しいと言えば美味しい。なるほど、うん、なんかこっちの方が、うん、まろやかなのかな。なんだろうな、深みのあるじゃない。分かんない、なんかこっちの方が美味しいです。はい、よくわかりました。わからないけどこっちが美味しいってことですね。はい、というわけで
美味しい伊藤園のお茶の美味しいお茶の入れ方やってみたんですけど、どうでしたか？面白かったです。面白かったです。面白かったです、まあ、なんとなくね、気持ち的にやっぱりちょっと美味しくなってるかなっていう感じしたので、皆さんもぜひやってみてください。やってみてください。ではさよなら。